世界史は不断の闘争が生む永遠の人間劇に他ならない。J. ミシュレー。その国は危機に陥っていた。神聖ラングラン王国、地球内部の空洞世界ラギアスに存在する国。5万年の歴史と地上の科学をも凌駕する技術を持ったこの国は迫り来る脅威と戦おうとしていた。ことはラングラン王宮アカデミーの未来見の予言に端を発する。巨大な魔人がラングランを滅ぼす。そしてそれはラギアスに生ける者すべてに最悪を振りまく。そしてその予言の日は遅くとも10年後と予測された。正体不明の巨大な力、ラングラン国王アルザール・グランビル聖夜はそれに対抗しうる力を作り出すのが賢明であるとの判断を下した。ラングラン王国は錬金学協会の全面的な支援のもと魔装機計画を発動した。魔装機、それはラングランの錬金学の粋を集めて作成された人型汎用兵器である。動力は永久機関によって賄われ、パイロットのプラーナによって無限ともいえるパワーを引き出す。そしてその魔装機のうち高位の精霊との契約に成功し、絶大なパワーを持つに至った4機の魔装機を魔装機神と呼んだ。だがここで一つの問題が発生した。魔装機はその能力の高さのゆえに高いプラーナを持つものでなければ操れない欠点があったのだ。ラギアスの人々は精神的に成熟しているがゆえに荒々しいプラーナを持つ者が少なかった。予言の日まであと4年、父として集まらぬ魔装機奏者候補ラングラン首脳部はついに一大決心をし、地上から魔装機奏者候補を召喚することにした。その中に正木安藤という一人の少年の姿があった。
弱そうな相手だね。ま、いいけど相手をしてやるよ。プラズマソード、ガンクラン解放戦線バンダー。するのならば容赦はせん。邪魔だ。やられた。戦いは必勝にあらざれば、もって戦いを言うべからず。決めろ。こんなことで逃げるんなら今のうちだぜ。ガンが甘いぜ。ここまでだ。